ブルーバックは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻艦名は、漠然と、青い背を意味し、足したような魚の就職後、通称である。アメリカ公文書は、銀酒や紅酒の通称を示唆している。なお、退役から11年後に、バーベル級潜水艦二番艦として二代目、ブルーバックが収益している。 ブルーバックは1943年7月29日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1944年5月7日にウィリアム・ブレント・ヤング夫人によって命名浸水し8月28日に艦長メリル・ケイ・クレメントン少佐の指揮下収益する。ブルーバックは11月21日に真珠湾に到着した。 第2号苦戦手12月16日、ブルーバックは最初の紹介で東シナ海、南西諸島方面及び南シナ海に向かった。しかし、この紹介では戦果を上げることはなかった。1945年2月15日、ブルーバックは61日間の行動を終えてスービックワンに帰討した。3月4日、ブルーバックは2回目の紹介で、 南シナ海に向かった。この紹介では、インドシナ半島沖で3月12日、3月22日、3月30日の3度に、渡って、日本のスクーナー軍を退治した。4月17日、ブルーバックは44日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。5月12日、ブルーバックは3回目の紹介で、ジャワ海方面に向かった。 5月21日と28日、6月3日に、ジャワ島沿岸部で、漁船やスクーナーを打ち沈めたほか、6月27日には、南位07度25分統計116度00、分、南位7.417度統計116.000度、マイナス7.417116.000、の論北海峡北方で、第2号区選定を撃沈。 7月9日と15日にも小船を砲撃で撃沈した。7月20日、ブルーバックは62日間の行動を終えてスービックワンに帰島した。戦争が終わると、ブルーバックはスービックワンを出港し、9月4日にグワムアプラ港に到着、11月28日まで訓練演習に従事した。 その後、カロリン諸島及びアドミラルティ諸島への巡航後、12月15日にグアム島に帰還する。1946年1月12日にカリフォルニア州サンディエゴに向けて出港。サンディエゴ到着後から8月26日まで西海岸に泊まった。続いて極東への巡航を行い、新樹湾、トラック諸島、スービック湾、チンタを及び上海を訪問し、 11月29日にサンディエゴに帰還した。1947年2月17日から4月4日まで、再び、真珠湾へ巡航し、その後カリフォルニア州沖合で、沿岸作戦活動及び定期訓練を1948年3月まで、継続した。1948年3月4日にブルーバックは、西海岸を出港し、ニューロンドンを経由して、 地中海に向かった。1948年5月11日にトルコのイズミルに到着し、5月23日に退役、トルコ海軍に移管された。ブルーバックは、キンジイノニュと改名された。艦名は、トルコ革命における第二次イノニュの戦いにちなんだもので、その名を持つ艦としては二隻目であった。ブルーバックは、 第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。銀座系ベニ座酒陸夫型。ありがとうございます。